わしは PR 大使。 PR 大使、中長の何も知らないけど、もう会社入ってくるのもう有名やったから、ね、いやいや、緑の木村が入ってくるみたいな、うん、騒いどるわけ、うん、なんやこいつと思った、うん、すごいね、アザラシがおるんかな、そうそう、先輩としてはどんな先輩だったんですか。いじめられる先輩もったけど、この人、この人、この人、陰湿でな、かわいそうな人。かわいそう、今作ったでしょ、誰もいじめとったよ、わしが。さあ、今回も始まりました木村和志 TV ということで第3弾、和志さん、もう今日はなんかいつも以上にまったりしとってじゃね、まあ、希望だ、希望じゃけということで、第3回目にしてついについについにこの方が登場でございます。羽田信俊さんです。よろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いします。うわー、あー懐かしい、ツーショット。まあ年代的には50以上とかの60とかいうのはまあそういうふうに見てくれる人はおるかもしれんけど、まあそれを YouTube で見てる人が何人おるんかの話やいや、じゃけど今回は木村和志 TV が始まって1回目に水沼貴史さんが来てくださって、うん、で2回目は水沼さんとね、川勝さんが来てくださって、うん、もうファンの皆さんが次は金太さんですかねって要望も結構あって、いやまあその辺の年代なんじゃろうな、まあ、若いとはしやすいし、だけど普段聞けんような話いっぱいね、カズさんしてくれましたよね、ここまで。なんか全然覚えてない。いやー、しとるしとる、何喋ったか覚えてない。まあその雑誌とかテレビでこう表向きで話すようなトークじゃない話が多分楽しいんですよ。そりゃそうだよな。カズさんがエレクトーン習いに行ったとか。だからそういうの分けてもエレクトーン話しやすいしね。ああ。それを分けて頭で整理して話すって、うん、それは大事だ。それはその時のノリもあるし、それはお前の引き出し方次第。いやそんなんいらん、プレッシャーは。お前広島右何人ちゃうって言ったっすよ。宇宙なんだよ。お前宇宙だよ。本当そうなんですよ。頑張らねえ。お二人とはもうね28年ぐらいの付き合いになりました。怖かった最初、21歳の時にあんちゃん、まあ、あの中学校の実は先輩なんですよね、府中中学校の。お前府中小もそうか、通小、小中学校の先輩だし、そういうことです。そうだな、大先輩なんですよ。柄悪かったからの府中は本当なんか嫌だったもんね。いや言うわ、あの辺に行くの。いやいや、府中は柄悪ない。和志さんはね、府中長は柄悪いって言うんですね。そういうイメージがあるんじゃろうな、かしら。でも、ね、府中長別に柄悪はないよね。ないない。それ言うたらなんか宇品とか、うん、あの広島とか、あっちの方が頑張るとか。大子は頑張る。大子はまあボンボンばっかり、ボンボンばっかりまあ言ってみればサッカーの伝統ですからね、大子 FC は。そうだし、いやすごいよ、まあ、大子 FC、うん、だって大子っつったらね、もちろん木村和志さんそうですけど、言っちゃってくださいよ、誰がおるんか、その大子 FC 出身言ったらね。誰かの結構おるよ。結構おる、まあ、まあまあだろ。でも本当にだってターボーだろ、田坂和明さん、森島、そう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 、森島さん、あと誰最近で見たら、最近はね、森島やターボーより調べたら出てないか、出てないか、うん、まあ広島の大子と結構全国的にはやっぱり有名なんじゃないかな、よく聞くもんね、うん、わしよう言われるもん、広島帰ったり地方行った時、大子ですかって言われるもんやっぱり、ね、いやそれは和志でわしは宇宙で宇宙なんか知らんて、誰も知らんよ。宇宙庁は松田があるところですからね。まあそれはキリンビルとかな、昔あったんだよ、松田とキリン。それは知っとる、私。だから金持ちなんや。そうなんですよ。合併専門な、宇宙は。平成の大合併で、合併専門家の。それはうまい。自信持っている。自分のことじゃないのですよ。金持っとるよ。金持っとる。金持ちない。いやそうだよ、あれだけ広い広島の市内中心にみんなが合併しとるときに、うん、宇宙だけあの中にあるのに軍やね。そう、どんだけすごいんやん。5万人ぐらいしかおらんのね、人口。そうだ、お金もっとない。5万で軍じゃけど、あれ町で言うたら日本全国一番住みたい町って知っとる。そう、さすが北京府中町がナンバーワンやね。そう、金さん府中町の名誉町長じゃなくて、わしは PR 大使。 PR 大使、中長の何も知らんけどPR 大使、いい加減じゃねこの間の田野さんとって、やっぱりシリア大会から、まあ、田野さん来て、あと宗政っていうのがわしの同期の国大臣のやつが今専務理事か副会長、まあやってるんだけど、
久しぶりに田野さんと夜もこう飲んどった時に、やっぱ和志に会いたかったの。会いたいだろ、田野さんやったら。田野さん？うち飲むし、これ昔のなんか話をしてくれるわけや、それ行ったじゃん、どこどこ行ったじゃん。それ。あの先輩と会うとね、もう田野さんも70超えとるけど、俺は東洋工業の、ね、有名な選手で日本代表やから、今広島県のサッカー協会の会長やっとるから、もう懐かしゅうてのやっぱり。じゃあいずれ金田さんがここに連れてきて、和志さんとこう、まあ、田野さんこっち来る機会があったら、ね、ほんまにあの大手和志 TV に出てもらうとか、ほんとほんと、それで参加者もこうわしらのほら年代のやつ来るよ、ほんたら、うん、若い兄弟が参加しとったんだけど、そいつがわしのとこ来て、実は僕のお父ちゃんは金田さんと小学校同じクラスやったんですって。へー、いやそんな言われても知らんし、わからんよ。覚えてない、ね、名前で覚えた田中なんたらって言うとったら、いや覚えてないですよ。それは無理じゃない、田中なんたら、無理、かわいそうに覚えてない、いやいや無理やって、お前小学校の同級生覚えてる、1、2年生覚えてない、王者ろ、だけど向こう王者ろ、向こうからしたらスターでね、彼らの私がやっぱ同級生で、いや一緒に球中でボール蹴ったとか子供が言っとったから、じゃあサッカー部かって、サッカー部に田中って、田中修司はおったけど、うん、もう一人の田中言われてもおらんかったと思う、いやおったんだって、いやサッカー部じゃないと思う、ほんと、うん、それも何年の時にクラス一緒だったかって、うん、わしらの時は1、2年で一組、うん、3、4年でクラス替えみたいになるじゃん、うん、お前どうやったか知らんけど、いやいや一緒だと思う、1、2年、いやいや1年から6年までわしら1、2年生の時にクラス替えしとったよ、いや毎回しとった、え毎年ってこと、毎年、人数が少なかったからね、いやもうだって府中長は俺これ持っとるけ、人数そうだからこれを出すな、何もすこうこじゃ、お前品がないじゃろうが、女がこれでやっとったらそっちの方がいいないよね、金田さん、ここは絶対使えない、ギャラリーに不自由、金田信俊のせいですよ、それは。まあ時を戻そうってなると、振り返ればやっぱりね、金田信俊、木村和志、この2人はもう名前だけでもう本当酒がいっぱい飲めそうな2人なわけですよ。そもそももう出会って何年ですか。もう65ぐらいだっけな、今まあ65として50年ぐらいになるんだよ、7やから、そうやな、50年ぐらいになるのか、50年、まあ50年弱よの、あの、うん、高校わしが2年で川島1年で入ってきても勉強したんだもんね、そっからやもんね、50年弱よ、50年、さっきね、金田さんがね50年言うてんか、喋ることはないわって、いやそう半世紀だけね、すごいわ、だってほら健康でもちろん一緒にサッカーやってきたっていうのもありますけど、そもそも2人が初めて出会ったのはいつですか、何のタイミングじゃったんでしょう。いやだけどわしらはやっぱり健康だと思うんだけど、俺だけど小学校ぐらいの時に大体ほら夏休みとかソフトボールの大会とかいろいろやるったじゃん、多分あったよね、多分その時にもしかしたらなんかゲームやっとるかもしれない、ソフトボールやね、その時のなんか映像があったなと思うよ、でもソフトボールでもお互いに印象がなかったっていうのはそんなインパクトがなかったんですね、これインパクトがあったらやっぱり強烈に覚えるでしょう、まあ大したことなかったんだろう、いやインパクトあるはずで、例えばビジュアルのイメージとかソフトボールでも絶対エースやろ、うん、わしもピッチャーでその辺、あ待って待って、カデさんピッチャー、まあピッチャーやね、ピッチャー、カデさんは、わしもピッチャーや、ピッチャー花形じゃん、そりゃそうじゃん、運動能力高い、もともと運動能力高い人がやっぱすごい、ね、ソフトボールだけな、ソフトボール下から投げる、あ、そうか、こうじゃない、こうじゃない、下じゃん、まあでもその時にほんまに大取るかどうかもようわからんけれど、まあわしにとったら高校で健康に入って、ほんでわしが2年になった時にもう川島入ってくるのもう有名やったから、はぁ、いやいや緑の木村が入ってくるみたいな、騒いどるわけよ、はぁみたいな、わしら軍部の人間じゃもうようわからんや、自ら言い出したの、軍部の人間いや、そういう時だけグングン、うるさいの、そうね、ちゃんとあのピッチみたいにね、ポジショニング取りますよね、いや、だけどほんまそういう感じだったのよ、わしらの代もすごい選手、いっぱいおったのよ、市内から、例えばまあ小松の、全国中学校大会で優勝しとるやつが、わしら同期やったから、二の島から来て、エースなわけよ、でそういうやつらが県選抜のやつらが全部健康に集まっとって、わしらの学年に、その下で
入っていく。やっぱ健康強かった。強いよ。そりゃ強いっすよ、あれのメンバーみたいな。もそもだって今日ほら3人とも広島県人じゃけわからん人もおってるんだけど、緑っていうのはその地名ですよね。緑中学校っていうね、実はあの府中町っていうところにはね、府中中、府中中で、で緑中でも住所で言うと緑町ってあるか。あるよ。出塩じゃない。出塩は健康だ、ね、健康よ。違うか、緑緑は違う。もうちょっと。だから金田さんは秋郡府中町で有名で、そして和志さんは、まあ、住所で言うと緑町。違う。大湖だ。大湖だ。北大湖町。だ大湖 FC とかいうそのね、スクールがあったところ、ね。まあ、大湖小学校だけど。大湖小学校。だから大湖って言った方がいいね。そうよな。大湖町なんや、あれ。そうよ。広島市大湖町なの。北大湖町。今南区。大川って書くよな、あれ。そうそうそう、大川、それを大川言うよな。だからその時に有名だったから、じゃあ緑の木村和志がやってくるって言って健康じゃ有名だったと、っていうのでやっぱ騒いどったね、うんうんうん、いやそれぐらいもう有名やったのよ、感謝。ほんと初めて会った時とか覚えてます？もう覚えとらんですね。いやいや、だけど感謝が入ってる、うん、私も見に行ってたんで、健康の試合、うん、試合を、うん、で髪伸ばしの、え、当時女みたいやったおかまかわしおかまだったよ、あんた当時長い人、あ、でもそっか、長くて、うん、で印象はか、あの、いやいや、あんちゃんの印象はどうだったんですか？足早いしな、うん、なんか変なことする人やなこれこれ変なことする人やだって一個上の先輩になるわけですよね。そう。でもいつから始めたん？始めたのは中学校から。そう、中学校からで、ね、あ、うまいなと思ったね。わしら小学校からやってる、うんうんうん、わしらの時は小学校、わしは小学4年生の時から始めたんや、うん、そうな、市内の子はだいたい小学校からやっとる、うん、わしら郡部の人間は小学校ないのよ、その通りそっか、市内だともう小学校からそういうサッカーのチームに入って、だってクラブチームっていう概念、うん、クラブチーム、わしが体育じゃん、うん、体育ですね、ないんですよ、うん、だから中学校からやるのが大体軍部のサッカー、うんうん、軍部のサッカー、そうよ、ここでじゃあそもそも隔たりがあったわけですね。そうそう、いやでも2人が会った時どういうふうな出会いで、どういうふうに声かけて、どんなふうに仲良くなったんかなっていうのが北も皆さん知りたいと思うんですよ。そら先輩だけの、うん、文句言えばんの、まあでもやっぱそういう縦関係、うんうん、だけどレギュラーじゃん、もう1年生から、うん、わしもそうやけど、うんうん、まあ、レギュラーはどっちにしたってピッチの中でなる、うん、話もするやん、うん、だって当時からもともと健康のその強豪校のブランドっていうのはもうバリバリだったわけですか、その頃っていうのは。いやそりゃそうよね、広島県やったらそうでしょ、うん、健康やも今は違うけどな、うんうん、でもそこに入るっていうだけでも、だってサッカー部の人数が、いやいや、それはもうやっぱり健康のサッカー部エリートなんですね。え、すごかった、広島県でいうすごいでしょ、うん、最初の1年生が何十人入ってくるのかね、もういっぱい入って 40人入って、ここでの先輩をいじめるわけよ、うん、それに耐えるやつが、耐えてやつが残っていく、うん、耐えそう、そんなんな、あんな先生もさ、うん、黙って見とるに、うん、やらしといて、うんうん、で10人ぐらいになってくるじゃん、うんうん、だったら学年で10人ぐらいやったら30人ぐらい、うん、その30人ぐらいがちょうどええんよ、チームとしての。じゃあ最初は夢を見て入ってくるけど、みんな大変でやめてって。そうそう、いや、まあね、練習とかも厳しいし、それは大変でやめていくやつがおるよ。それでも一応県内では優秀なやつが全部集まってるんで、うんうん、それでもやっぱり抜けていくやつはおるよね、半分ぐらい俺になるよな、少々のことじゃね、みんなの悪になっていくか、なんか、そうそうそう、高校で悪い遊び覚えたりするわけよ、うん、しょうがないじゃん、どこの世界行ってもそうなるよ、うんうん、当時厳しいって言うとどういうメニューだったんですか？もうだってサッカー漬けでしょ、高校で。今なんかのやっちゃいけんけどの、うん、あのうさぎ跳びみたいなやつ、うん、膝折りさ、膝折りやったわ、天さんがされて、あれはよくない、123やほんとよくないな、膝折りやっちゃいけんね、あれやっちゃいけんね、膝によくない、あれで膝悪いしたやつらもおるし、手繋いで、まあ、手繋いで123でしゃがむのよ、うわー、それずっとやらされるよな、2年ぐらいやっとった当時は
それがなんかサッカーにいいみたいなトレーニングと思われてまあまあそうだろうな、うん、まあもちろん時代が変わればね、まあ、別にいじめじゃなくて一応トレーニングのメニューみたいな感じでコーチやかんとか思っとったかもしれんけど、うん、あれはやっちゃいかんすよ。でも先輩としてはどんな先輩だったんですか。いじめられる先輩もおったけどこの人、うん、この人いじめられた陰湿でなわしはなんもないよそこイメージない本当ね、全然全然人に、ね、そういうのは人にやらせんよ、うん、石崎さんみたいなのを言って知らんじゃろうな石崎。いや私お会いしたことありますよ。石知っとるよな、うん、石今でも監督やってる、うんうん、すごいよ。あの人すごいで今でも走るで。あそう、あいつずっと走っとったよな、いつもさ、うん、健康の練習の前に、うん、3000m だ、ね、3000m やで桁が違うね。もう授業中からもう始まるのが嫌でな、うん、ああ嫌やったろ。それ3000走ってから普通の練習するから。うわ膝だとか。あの南なんて出てくる。うわ健康から。南あるだろ、うん、南の木が上であるとこ、うん、こう書いていて、うん、で野球部のとこかな、うん、でサッカーそうよ。それ三振だ。それが1キロだけ。それ3キロ、うんうん、むちゃくちゃタイムトライアル、うん、それ毎日やもんな。もうほんと毎日で、わしの上の代までそんなやってなかったよ。なんで急に。負けたからやと思うよ。わしらが3年生、まあ、3年の時にはもう走っとったから。下手くそだったからね。わしらの上の代まで結構スーパーがおって、うん、どうもわしの時とか川西の時でわしが3年生ぐらいになっての時は監督もあんまり期待しなかったんじゃないか、ほいでこいつら走らすしかないわみたいな感じで毎日3000走った後、うん、そこからインサイドキックのなんか練習を始めて、うん、で最後絶対インターバルやっとったからね 100m。 ほんとよ毎日やってたね。考えられない。今はほらそれやめるやつはおるってだって筋肉に負担かかるから今ちょっと休ませなきゃっていう時代でしょ。じゃあ水も飲むのやろ、うん、汚い便所のなんか水が這うようにして飲みに行って、でもなんか自ごまかしとったもんあの頃があったけ今があるとか言う人おってたけど、それはまた別。違う違う別。わしが自分でもう隠れて飲みに行けたから、うんうん、だからよかったと思うで、うんうんうん、あんな一生懸命やるやつアホやって思って、でもそれでも頑張れたのは何なんですかお二人が。そうやっぱサッカー好きの方が超えてるからですよ、うん、根性より上やもん好きさんの方が、うん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 、そこが勝てんと無理ですよね、うん、そんなきつかったらそこだろうな。いやそこなのや。なんかじゃあ健康時代に2人でこう楽しかった思い出とかやんちゃな思い出ってあったりするんですか。そういうのがね、あの付き合いはないのよ。日常ではないよな、ね、やっぱりこう、あじゃあ一緒グランドだけ、グランドだけ。あんま好きじゃなかったの付き合いまあなかった。陰湿じゃった。陰湿じゃないわ。どういうエピソードとか聞きたいかさ、その。いやいや無理やり言っとるからエピソードないな。なんか怖いイメージはなかったですか？こうもないな。怖いイメージあったよ。あった。やっぱりその陰湿さ。陰湿。何やったらどこが陰湿ないわしよ。こでな同級生をさ、うん、いじめるわけよ。うんうん、いじめは全員や。私が1年で2年生なの。うんうんうん、かわいそうにあの人絶対そう言うのよ。誰もいじめとったよわしが。あの人名前なんだろどこ行ったの。ニヤか。ニヤニヤわしの同級生や。ちゃうっていう心当たりあるんじゃん。いやいやいやないない、わしいじめないもん、大学でもそうやし、わしも全然他構わん。でも昔からこんな口は立っとったんですか。まあまあ、立ってないよ。あそれはもう高校を過ぎてからな、大学ぐらいから。いやどっちかというと無口ですよ。へえ。しゃべるの本当しゃべってたの高校の時から。いやいやしゃべってない。でもプレーはどうでした。それぞれ認め合った関係だと思いますけど。プレーはまあうまかったのがやっぱ早かったや。うん、早いっていうのが印象かな。うまいって言われてるけれどベースは早いだから最初はね。それそっか、上手い下手じゃなくて早い。へえ。だから今でも早いやつはほら、うん、頭使わないやつが多いやんそれうんって言えんし何人かいるよ。で
もその早いっていうのも当時は早いっていうのが簡単じゃなかったわけじゃないですか。やっぱり突破するとか、まあいいよ、もう武器だからな、ね、それだけ早いのはもう財産ですね。え、だってそこで、うん、頭ええかうまいかとか、うん、その次の段階だけど、うんうん、でやっぱりスピードでちょっとトップいけんやつがどう苦労するか言ったら、うん、ほんまにこう頭使うてちゃんとサッカーやれるやつしかまた残っていけんじゃろうし、うんうんうん、じゃあ平さんから見て和志さん1個下の後輩緑の木村和志がやってくれて鳴り物入りでやってきて、いやこいつはうまかったな、うん、もうボールコントロールじゃない、うん、キックじゃないやっぱり、うん、ドリブルもちろんうまかったし、うんうん、でわしらあの高校入ってから、まあ、中学校からやってきたっていうのもあるけれどボールリフティングって実はあんまりできなくて、まあ、社会人になってもわしはできんのやったけど、もう中学校から高校健康入ってきた段階でもうわし今でも覚えてるけど、うん、ボールリフティングしながら座って寝て、うん、そのままつきながら起きてくるわけこいつ平気でやると。へえ、いやあの当時やれとったそんなこと、他の県知らんや、うん、どんなやつがおるんか、うん、静岡でもそれやってるやつおらんかったような気したし、だってほんなんやこいつと思ったの、うん、すごいね、アザラシがおるんかな、そうそうそう、たとえがこんなアザラシか、たとえがでも衝撃的な映像だったってことでしょ。いやいや、それはそれほんまに上手かったから、そういうのキックうまいじゃん。で一番最初にわしがね、まあ川下はようね話しとって、もう2万回ぐらい言うとるかもしれんけど、こんな入った時から緑かなんかのちょっとね色をこいつ違うって言うんだけど、わしのイメージは緑色の上下のアディタスのジャージを着て練習着とる、うんうん、あれはいやアディタスのジャージなんか高校生で着てないよ、わしの時代は、うんうん、泉に行ってなんか襟のピュアが厚いのジャージ着てそれを練習にしとる、あと短パンとストッキングってのが汚いのが履いてここで練習しとるのに、こいつアディタスの上下名前書いてるの、金田、金田だ、金田、すみませんね、泉っていうのは広島にあるスーパーです、うん、今ないね、いやこの間買ったらなかったよ、まあ、あの場所にはないですけど、まあ、大体泉に行ってなんか食べ物とか洋服とか通ったよね、うん、軍部の人間はね大体、まあ、980円の安い T シャツにベイリー付きのあるのよ、うん、ポルシャツが、うんうん、あれを練習着に、うん、そこでちょっとピンク買うとか、うん、もうなんかブルーにするとか、それだけでちょっとおわしは今日おしゃれですよ。ほんともうアディタス、何やこっちも。エリートじゃん。エリートじゃん。エリートいうか、なんで来とるんやろうな。へえ、でもそれは普通だったんですよね。普通じゃないよ。大子じゃ。あれは好きだったんや。アディタスは？アディダスのその緑色のやつは。こうじゃろ、やっぱり。そうそうそう。すごいかっこよく映ったでしょ。そりゃアディタスのジャージなんかは知られて憧れよ。こんなもん買えるわけないやん。スポーツ選手で盗むしかないぐらいな、ね、いや盗みはせんけど、そうそう、なんかその頃の写真とかないんですかね、ちょっとせっかくあったら見たい、やっぱり健康の2人の写真とか、いや健康の写真なんかあるよ、ね、ちょっと後から、ね、見せてもらって、カメラ送られてきたのがなんか健康時代の写真とか、うん、それこそ緑のアディダスの、それは多分ないと思う、ないないだろうな、練習風景はないと思う、あそっか、昔のなジャージで膝が出てくるんですよ、うんうん、嫌で嫌やるあれの、だって形も違うしそんなそんな出そんな大きいな恥ずかしかった、このぐらいすぐ歩いて縮まるしね、ほんで一日歩いたらこんなそんな誇張しすぎるよそれはここまではならんと思うけどじゃあそうやって仲良くなるので大丈夫かみたいな、うん、だから初めてこう和志さんとお会いした時もそれが28年前ぐらいか、先輩じゃけど金太金太ってこう言って、お先輩じゃけど金太なんじゃと思って、もうめんどくさいよ金田さんっていうのそういう理由、はあ、でも高校時代からそうよ、もうで私らもなんともないし、うん、そういうもんやと思ってるから、うんうん、まあでもね、リスペクトしとらんとそんな呼び捨てとか呼べんじゃないですか、多分そこまで考えてなかったとは思うけどね、だってなかなかほら先輩でそれこそ厳しくて縦の社会ってあったでしょ当時は、でもやっぱり離れたらあれだろうけれど、うん、なんとなくまあ高校時代から多分川下はそのこと金棒って言ってた気がする、あ金棒かも、そうかも、まあ途中からそうなったんかもしれないけど、わしは大学ぐらいからね、大学ぐらいから、大学はまあちょっと離れたけどね、うん、言うても関東やから、うんうんうん、
そこで連絡は取ってたんですか？明治大学と中央大学でしょ。そりゃ頻繁には取らんね。頻繁にはないね。で代表で一緒やそっかそっか、そうなるとそれで一緒ですもんね。代表で大体ほら同じ部屋になったりする、うん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 、でいつも夜どっかに行くからさ、うんうん、私は留守番よ、うん、プロ第1号で本当は本当の意味じゃない。違う、違う、わしは社員だ。まああのレベルは違うにしても、わしの時代はもう早うから日本で入られてたら、それは全企業からの誘いありますよ。で、日本リーグのトップのチームからもこうやってるけど、そこ行ったらほら日本で入るばっかりやん。いや、おもろないし、まして実際銀座本社やし、やっぱり Z 乗れるかみたいなのもある。ね、ジェットライン、ジェット、うん、もうロトロだから、もうロトない、もうロトロだけど、それ憧れる。いや、もう J は感動やったね、うん、違う違う、わしのナイトって言うそうだね、そうだね、ナイトって言うよ。